棋戦、将棋。棋戦とは、将棋のタイトルや優勝を争う争奪戦のこと。プロ、棋士、女流棋士のものを指すことが多く、女流棋士のものは特に、女流棋戦という。プロ棋戦のうち対局結果が記録、棋士や女流棋士の成績等として残るものを、公式戦あるいは、公式棋戦という。公式戦は、タイトル戦と、一般棋戦とに分かれていて、 現在プロ将棋界には8つのタイトル戦と6つの女流タイトル戦がある。他に記録として残らないプロ棋戦を非公式戦という達人戦が主な例である。タイトル戦は将棋界では非常に重んじられていて一般棋戦とは明確に差別化がされている。タイトル戦と一般棋戦とを分ける基準は公表されていないが特徴として 前回のタイトル獲得者、現在のタイトル在位者に、挑戦者が挑戦する挑戦手合制という形式で行われ、またその勝負が番勝負、シリーズと表現するである。しかし、王座戦はこれらの特徴を満たしていながら1982年まではタイトル戦ではなかった。2006年までを行われていた、朝日オープン将棋選手権もこれらを満たしていながら、タイトル戦ではなった。 タイトル在位者は、在位中は、段位ではなくタイトルを付して、例、佐藤天彦名人、名人佐藤天彦、あるいはタイトルそのもの、例、名人で呼称される。アマチュアのものは、将棋大会、アマチュア大会と呼ばれ、規模の大きいものは、アマチュア棋戦と呼ばれることがある。江戸時代から、名人は、家元制の終身名人として続いていたが、1935年、 昭和10年、関根金次郎13世名人が名人位を退位し、実力名人制に改められた。第一期名人戦は、名人決定大旗戦と呼ばれた八段リーグ戦で2年に、渡って行われ、1937年、昭和12年に、木村義夫が初代名人となった。これが、将棋のタイトル戦の始まりである。1946年、昭和21年からは、 名人戦の予選として、順位戦のシステムが始まった。以下の年度は、予選開始年ではなく番勝負が実施された年度。日本将棋連盟公式サイトでの表記も同様である。1948年、昭和23年創設の全日本選手権戦、読売新聞社主催が1950年度、昭和25年度から、九段戦と名人九段戦に分けられ、 九段戦が史上二つ目のタイトル戦となった。ただし、この時点では九段戦は名人に次ぐ実力者を決める棋戦という位置づけであり、名人以外の棋士によって争われた。九段戦終了後に行われる名人九段戦によって、全日本選手権者が決せれた。1 9五十年度創設の王将戦、毎日新聞社主催が、翌年の1 9 5一年度、 昭和26年度にタイトル戦となり、以降、タイトル戦の数が3つという時代が、約10年続く。1960年度、昭和35年度に、大井戦、ブロック市三者連合主催が始まり、タイトル戦は4つとなる。1962年度、昭和37年度に球団戦、全日本選手権戦が、十段戦に解消される。同年度に、 史上初の1年度2期、前期、後期のタイトル戦として、規制戦、三経新聞社主催が開始された。以降、タイトル戦の数が5つ、年間のタイトル戦の回数が6回という時代が14年続く。1974年度、昭和49年度創設の、希望戦、共同通信社主催が、翌年の1975年度、 昭和50年度にタイトル戦となり、タイトル戦は6つとなる。そして、1983年度、昭和58年度には、王座戦、日本経済新聞社主催、1953年度、昭和28年度に、創設がタイトル戦に昇格し、タイトル戦の数は7つとなり、年8回のタイトル戦が開催された。1988年度、 昭和63年度には、十段戦が発展解消して、賞金額トップの竜王戦、読売新聞社主催が誕生。棋戦としての序列で、名人戦を上回る初のタイトル戦となった。竜王のタイトルと名人のタイトルは同格である。1995年度、平成7年度から、棋聖戦が他のタイトル戦と同じく1年度1期となり、 7つのタイトル戦はすべて年に1回となる。2017年度、平成29年度に、アキラ王戦、ドワンゴ主催。2015年度、平成27年度に、創設がタイトル戦に昇格し、タイトル戦の数は8つとなった。アキラ王戦の序列は3位で、新聞社、通信社以外がタイトル主催者になるのは、史上初。つのタイトル戦には、 序列が存在し、二千十八年現在、竜王戦が一位、名人戦が二位、以下、秋田王戦、王位戦、王座戦、棋王戦、王将戦、帰省戦の順である。タイトル戦の序列は契約金の額による。タイトルの中で、竜王と名人は別格に扱われる。タイトル戦の序列は、竜王戦の発足以降、竜王戦が一位、名人戦が二位と明確であるが、 タイトルホルダーの騎士序列の面では、名人位が持つ長い伝統と権威を反映して、複雑になっている。竜王くらいと名人くらいの両方を一人の騎士が持つ場合は、竜王、名人と竜王を優先するものの、竜王位を持つ騎士と名人位を持つ騎士がいな場合、タイトル保持数、関数が多い騎士が、騎士序列1位となり、冠無理数が同じであれば騎士番号の小さい騎士が、騎士序列1位となる。 竜王と明治因型タイトルとは別格に扱われる点は以下の通り、日本将棋連盟の騎士、将棋騎士の棋戦である。女流騎士や奨励会員、アマチュア選手の出場枠が設けられているものもある。女流騎士と奨励会の重積者は参加枠の適用が棋戦によって異なる。騎士のタイトル戦は2018年現在8つある。 上記の表の持ち時間は番勝負での持ち時間について示している。漁船や本船などでの持ち時間については持ち時間の項目を参照。キラ王船と王座船はチェスクロック仕様で秒単位の消費を参入。その他はストップウォッチ仕様で秒単位の消費は切り捨て。衛星情報の条件及び該当者は衛星情報の項目を参照。 タイトル戦の結果及びタイトル在位者は次の項目を参照。女流タイトル戦は日本将棋連盟が運営し、所属日本将棋連盟、日本女子プロ将棋協会に関わらず、すべての女流棋士が参加する。奨励会に在籍する女流棋士も参加し、オープン期戦2018年12月現在、マイナビ女子オープンと離婚杯女流王座戦が該当には、 女性奨励会員も参加できる。女性アマチュア選手などの出場枠が設けられているものもある。2019年に精霊戦が創設され、女流タイトル戦は7つとなった。番勝負は全て1日制。将棋の女流タイトル在位者一覧も参照。日本女子プロ将棋協会、ルプッサ所属の女流棋士とツアー女子プロが参加し、 女性アマチュア選手なども出場する。衛星称号は、同一タイトルを一定の奇数獲得した者に与えられる称号であり、キラ王星を除く7タイトル戦と終了期戦となった2つのタイトル戦に制定されている。また、一般期戦では、NHK 杯戦で衛星称号に準じた名誉 NHK 杯選手権者の称号が制定されている。各棋戦には、 衛星称号獲得のために必要な連続または通算タイトル獲得奇数あるいは優勝回数規定されている。現在は衛星起用だけが連続獲得のみの規定である。衛星称号の名称はタイトル名に衛星または名誉を冠したものである。名誉を冠するのはタイトル戦では王座戦日本経済新聞社主催。 以後の王座戦も主催しているため、以後と同じ称号となったのみである。また、衛星名人の場合は資格を得た順に番号が付き、余名人と呼称される、名人、将棋を参照。衛星称号を名乗り始めることを、衛星、または名誉に周囲する。あるいは、衛星、または名誉を名乗るという。ただし、衛星名人の場合は、余名人を重ねくらいするという。 なお、タイトルの実績とは、無関係に送られた名誉称号、例、名誉名人、名誉球団も存在する。塚田正雄は十段を獲得したことはないが、十段戦の前身棋戦である球団戦で、衛星球団を獲得し、成居後に、名誉十段が送られている。騎士のタイトル衛星称号は引退後に名乗るのが、原則とされているが、実際には、塚田正雄は、 衛星称号に基づいて、九段を称しており、また、大山康春、衛星王将、後に十五世名人も、中原誠、衛星十段、後に名誉王座、十六世名人、衛星規制、衛星王位も、米長国を、衛星規制と、いずれも、現役のまま衛星称号を名乗っており、木村義雄が引退と同時に十四世名人を、重ねくらいした1五十二年以降、 引退してから、初めて衛星称号を名乗った例は一つもない。なお、名誉王座については、以後の名誉称号と、同じく現役でも、満60歳に達する名乗ることができる。また、名誉 NHK 敗戦主権者については、達成直後に称号が送られている。女流棋戦において、衛星称号に相当するのは、クイーン称号である。タイトル名、女流について、 クイーン称号、クイーンとなるのが基本であるが、タイトル名が、女流でない、精霊、女王、倉敷等歌については、それぞれ、クイーン精霊、衛星女王、クイーン、倉敷等歌となる。クイーン称号については、騎士の衛星称号とは異なり、原則として引退後に、周囲という規定はない。タイトル獲得、防衛によって、クイーン称号の条件を満たすと、 その木の周囲式において、タイトルの周囲上に加えて、クイーン称号の周囲上が同時に授与される。括弧内は、登場回数。タイトル数の黄色は、衛星称号資格。太字は在位中のタイトル。2018年12月21日竜王戦、終了現在。括弧内は、登場回数。タイトル数の黄色は、衛星称号、クイーン称号資格。 太字は在位中のタイトル。2018年11月24日、倉敷10戦終了現在。2018年12月21日現在。年は年度で記載。すでに上述した記録は記さない。戦後、戦手、後手は振り駒によって決定される。ただし、順位戦、王位戦、王将戦、女流名人戦、女流王位戦のリーグでは、 対局準決定時に戦後も決定するため振り駒は行われない。ただし、挑戦者決定プレイオフや残留決定戦などの同率戦では振り駒が行われる。最強戦や女流最強戦などのネット棋戦ではコンピュータがランダムに戦後を決定する。タイトル戦などの番勝負では1局目にのみ振り駒を行い、2局目以降は毎局戦後を入れ替えるが、 最終局については再度振り駒を行い戦後を決定する。起用戦の挑戦者決定戦、変則二番勝負は厳密な意味での番勝負ではない、ため、二局目も振り駒を行う。秋王戦のタイトル戦では、変則持ち時間制のため、第一局当日ではなく、事前に振り駒を行う。戦日手や、持ち将棋になると戦後を入れ替えて即日差し直しとなる。 タイトル戦での千日で、持ち将棋は後日差し直しとなることもある。一番勝負において、千日で、持ち将棋となり即日差し直しで勝負がついた場合の、次局の戦後については、千日で、持ち将棋となった、初局から戦後を入れ替える。つまり、差し直しつぼねを手番上一局と見ず、千日で、持ち将棋による戦後の入れ替えは、後続局に持ち越されない。 一局完結方式。正式な規定ではないが、タイトル戦の番勝負では、両対局者は和服を着用するのが慣例である。あくまで慣例ではあるので、タイトル戦で対局者が洋服を着用した例も加藤ひふみ、森慶二、東、明谷川孝二、羽生義晴、佐藤康光、村山清など、少なからずある。竜王戦、名人戦では、 記録係も和服を着ることになっている。女流タイトル戦の晩勝負では洋服着用での対局が普通だが、矢内理恵子は常に和服、対局の際は袴を着用であった。矢内が海ともみを下して初代女王となったマイナビ女子オープンでは2008年の第一期では4曲とも矢内が和服、海が洋服であったが、第二期以降に や内に挑戦した岩根忍、第2期、0から3で、敗退、第1局は、洋服と、海智美、第3期、3から0で、ダッシュが、いずれもや内に合わせて、和服を着用した。や内の質感後の、第4期、海智美女王に、上田初美が、挑戦、3から0で、ダッシュでも引き続き両対局者が和服であった。マイナビ女子オープンでは、 和服の着用が定着している。タイトル戦が終了した後の周囲式、タイトルによって名称が異なるには、主役たるタイトルホルダーは、騎士は、モンツケハオリバカマ、女流騎士は、和服、対局時と異なり、袴は着用しないで臨むことが多い。プロの棋戦において、多くは、対局者の他記録が明かり、立会人等の関係者のみが、対局室に入室し、 対局が行われるが、観覧席を設けて対局者の様子を一般のファンに公開する公開対局の形式による子もある。対局開始時や、その直後等のごく短時間の公開、インターネット TV 中継での公開だけのものは、公開対局に当てはまらわない。タイトル戦で実施される場合は、午前は対局室、非公開で、午後から終局までが舞台上で、 公開対局となるケースが多い。例、第31期起用戦、第1局。騎士の側においても、基本的に公開対局は奨励されるものとしての、見解が多いが、タイトル戦のような長時間の対局においては疑問を、呈する騎士もいる。下記録大会、個人戦は使用あま6期戦と呼ばれる。 そのいずれかにおける優勝は、奨励会三段リーグ編入試験の受験資格となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。